友よ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか、それを世に教えてくれ。すべて。さあ、大場よ、時代をかけし者の力、見極め伝えてくれ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババーッと振り払っちゃいますよ。卑弥呼様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いい人か悪い人か。姫が羽ばたきました。圧倒的な力の前ではあらゆるものが無力よ。さっきの技伝授していただくわけには参りませんか。勝たねば何事も意味をなさぬ。物足りぬという顔をしているな友よ。隠さずともよい。世にはわかる。もう疲れちゃいました。ご神託によれば明日のあなたはもっと幸せです。我に交代などなし。ただ前進、そして勝利あるのみ。ヨステル様に認められれば将来は約束されたも当然。や、あなたのことは分かりました。私はそれを伝えに行きます。このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。まともな勝負になればいい。足利の名を地に貶める気か。我が力に従えよ。拒むならば滅びよ。
雑魚どもは拙者にお任せあれ。伝えなきゃ。幾百の時より貴様の情報に帝への奇跡にもできよう。見極めておいて無駄はなかろう。お見事、前を司っておられますな。今以上に振るわれよ。出なければ帝に謁見はならぬぞ。その命をもって我が国の礎となれ。全ては我が策のうち。それが分からぬか。一陣は陰らせぬ。断じて。貴様に百年の地の未来が見えているか。消えよ、失せよ、火の輪の力の前に。貴様、我が思った以上の駒であったか。王国は死ぬ。形ばかりであろうと。厳しい。だが巻き返せるとは思わぬ。が本性かどうか、その身で確かめるがよい。あの後ろ姿についていくだけでなんか安心するよな。修練が足りぬはうぬが関ぞ。だがこれで剣の稽古も存分にできよう。気づきしよう王道楽。冥府江戸より見上げるがいい。足利家の盾として倒れられる。侍にとってこれ以上の誉れなし。これで情報を秘匿できる。全ては我が盤上の。行くぞ。敵軍に報いる一矢となるまで。梅雨払い、うぬが剣にて務めよ。かしこまり候。見上げた勢いよ。生き急がずともよかろうに。皆、良いのか。友が好き勝手暴れておるぞ。
かくなる上は。義経様、それがしの軍人ぶりをご承覧くださりませ。病の源を絶たねばキリがないということか。この日の元に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざとはそなたは誠の主なりよ。そなたが帝にもたらすのは、私はそれを見極めねばなりません。私の知るそなた、王となる力などもたない。黙れ。貴様の知る我などとうに死しておるわ。どうした、いつもの君らしくないぞ。迷いは死を近くします。天下ささやく私に願わくは、あなたが帝を満たせし者であらんこと。かの者の魂しかと見極めました。力を引き出す、それも我らがお役目。我が拳の前にひれ伏せがいい。今しは我を阻む資格なし。義輝様に習い、拙者もまた赤黒く生き抜こうぞ。まだ勝ちを諦めてはいない。総望に灯る光がそう勝つ。我が夢もせよと消えるか。全ては夢のまた夢。